水木の赤いネクタイは幽霊が見えていた証拠でした。愛妻ナマステこんにちは、酒猫でございます。今回は鬼太郎誕生ゲゲゲの謎に登場する水木に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。水木がなぜ喪中にもかかわらず赤いネクタイをしていたのか、結論から申し上げます。それは彼が色盲だからです。そしてこれが幽霊を見る能力へとつながっていきます。彼が大急ぎで支度したからうっかりしていた、自身の力を誇示していたなどといった意見もありますが、それでは商談はうまくいきませんし、律儀で時折垣間見れる教養がある彼が喪服を忘れるわけもありません。しかし彼が色盲になりそれに気づかず生活していたなら合点がいくのではないでしょうか。現に彼のネクタイは濃い赤であり、色盲の方にはこれはほとんど黒に見えます。彼の登場時のネクタイよりも島に赴いた時のネクタイの方が濃い赤になっているように見えるのは私だけでしょうか。では彼はどこで色盲になってしまったのか。それは戦争による後遺症であり、彼の左目に傷があることからも明らかです。彼が食事を早食いするのも戦争による自覚のない後遺症であり、このように彼は気づかないうちに戦争の後遺症を負っていることが表現されていました。水木は気づかないうちに色がある世界から色のない世界へと移り変わります。ゲゲロウが温泉で妖怪と会話している時には水木は何かいなかったかと話していることや、ふむ見えるのかとゲゲロウが言ったのは水木がこの色のない世界で幽霊を見始めていたことを示しています。ゲゲロウの影響も重なり、水木は幽霊が見えるようになりました。この時ゲゲロウは片目をつむって見るのがちょうどいいというセリフを発しており、多くの意味がこちらには込められています。そのうちの一つとして、見えるものが見えなくなり見えないものが見えるようになった、水木の色盲を指しているのではないでしょうか。常に死と隣り合わせである戦地から生還し、色盲になったことで他者とは異なる景色を見えるようになったということです。このゲゲロウの言葉には後にゲゲロウ自身や龍ヶ家の破滅の仕方も暗示されていました。またゲゲロウはこの世界や人間に対して興味を持たず、それは彼にとって白黒の色のない世界と同じでした。しかし妻と出会い、彼の世界に色が加わり始めます。これは妻とクリームソーダを共に飲む何気ない会話のシーンで演出されていました。このためゲゲロウが水木を助けた本当の理由は、妻と出会う前の色のない自分と色を奪われた水木自身を重ねていたからかもしれません。この映画のテーマは反帝国主義であり、同時に反戦のメッセージも含んでいます。水木が勤めていた血液銀行で飼われていた金魚は頂点眼と呼ばれる種類で、皇帝を見上げているとされて名付けられました。映画冒頭の不気味なまでの暗い金魚の演出は、このような帝国主義に対するメッセージ性がこの映画にはあるということを最初に伝えていました。そして黄色い血から献血のきっかけとなった学生運動が始まる前の時代背景の中で、血液銀行による国民の血液の売買は身分の低いもの、未来を食い潰す象徴的な事業として描かれています。水木は当初この事業に携わり、地位の低いものを弱者とし、弱者を食い潰し支配していくことは正義だという帝国主義のような考えを持つ人間でした。しかし最終的には大日本帝国のメタファーとしての役割を持つ時定の行動に反旗を翻します。水木のこの行動は帝国主義に対する反抗と未来への象徴として、そして自分自身への贖罪として物語に重要な対比を提供していました。また時定が使った下法の術がまぶい写しですが、これは琉球語であるまぶい、魂から来ているものであり、大日本帝国植民地下の琉球を表現しているものと思われます。そして水木は最後に記憶を奪われてしまいますが、これは原作者水木しげるの弟子でもあり妖怪仲間でもある京極夏彦先生の胸骨の夢が元ネタです。こちらのシリーズも大変面白いので概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。最後に記憶喪失によってボロボロになった水木のそばに幽霊がいたのにお気づきでしょうか。これは水木が戦地に赴いた時の戦友なのか、それとも水木が
あやめていった者たちなのか、それともその両方なのか、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。私の母親が水木しげる作品が大好きで、その影響で幼少期の頃から水木しげるの妖怪大図鑑や悪魔くんなどを読んで大人になりました。当初は面白いという印象だけでしたが、水木しげるの中にある反省への思いや考え方が常に漫画の中であったということを小学生の頃に気づき、衝撃を受けた覚えがあります。そんな力強いメッセージ性と、そしてゲゲロウと水木のコンビのかっこよさも含めて、この映画総合的に本当に感動した映画でした。引き続き鬼太郎誕生ゲゲゲの謎についての考察や解説を動画にしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。皆さんの考察や感想のコメントもとても楽しみにお待ちしております。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。ピンポンパンポン。おまけの感想。はい、ということでおまけの感想です。ここからはね、誤字脱字など結構盛りだくさんなので、ご注意して、ラジオ程度にねお聞きしていただければと思います。まず何から話しましょうか。この後にですね、ゲゲゲの鬼太郎今回の誕生についてかなりまとめた設定や解説考察を動画で出す予定なので、まあいろんなことをたくさん話せるわけではないんですけれども、まあその中でですね、結構僕として印象的だったものを挙げていきたいと思うんですけれども、まあね、本当に水木さんとあとはゲゲロウがかっこよすぎたっていうことをお話ししていければと思います。これをね、語り出すとキリがないんですが、まあ次回の設定や解説考察で、まあ、この辺も触れていきたいと思うんですが、水木さんのあの目の傷って結構ね、性癖にグッとくるものとかあるじゃないですか。でも実際はこういった設定が盛り込まれている、まあ結構細かい設定がふんだんにこの映画には入っていてですね、一つ一つ理由があるわけですよ。これは素晴らしい脚本だなと思わずにはいられずですね、今回動画にした次第なんですけれども、他はですね、これはね、家族関係の留学家のお話なんですけれども、この人とこの人は絶対つながってるでしょっていうのが結構あってですね、まあ、例えばの話ですよ。これは次の設定でもお話ししますが、例えばまず時麿、結構情緒不安定じゃないですか。あれはそもそも実際情緒不安定というか精神を壊して時貞が乗り移る準備をもうしていたんじゃないかなとかね。あとはですね、日野江さん、まあ、実際好きな方がいらっしゃったけれども、その好きな方がおそらく殺されてしまって、ああやって酒に溺れてしまったのではないかだとかですね、とし子さんに関しては別に好きでもない方と、まあ、結婚をして子供を産み落としたということでですね、実はこれってさよさんの未来を表していたんじゃないかな、いろんなパターンをこの家系で表していたんじゃないかなと思うんですよね。例えば乙女さんと、あとは永田源氏さん、ここがね絶対僕くっついてると思うんですよ。だからこそ永田敏子と永田源氏の子供時矢くんがそこまでね大切にされてなかった。じゃあね、龍が乙女さんと、ね、永田源氏、これがねくっついて本当の愛によって生まれた子がいたら、もしかしたら龍が家は変わっていったかもしれないなどといってね、この家だけでもねすごい深い設定が盛り込まれてるなと感じました。ぜひですね、次回の動画でこのあたりしっかりと説明解説考察していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。